ルナ、お前の血は一体何なんだ。ねえ今どうして僕ら生まれたの。ねえほらどうして僕ら出会ったの。わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ。傷つける現実から幻みたいな存在に全てを期待した。押し寄せる感情や迷わせる覚悟も抱きながら前に前に進みたいんだ。ひび割れた丘、錆びた空の下、生きる僕らまるで青い花。寄り添い歌方の夢を見る。それでもまだ枯れたくはない。ねえ今どうして僕ら生まれたの。ねえほらどうして僕ら出会ったの。わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ。町までもう一頑張りだ。
どうだ、ギド。なんだトロ。変なのがいるの。変なの？じっと僕たちを見てるの。怖い目が。ほら、あそこ。下がってろ。トロ、大丈夫か？貴様、鉄、おう、ロボット犬だ。見ろよ、驚いたな。こいつもまだ滅びが始まってない。ジンだけが特別かと思っていたが、他にもこんなロボットがいたなんて。ジン、どうする？驚かせて悪かったな。俺たちは旅の途中でたまたまここに寄ったんだ。怖がらなくていい。俺は敵じゃない。お前に危害を加えたりしないよ。お前と仲良くなりたいんだ。なってくれるか、友達。ありがとう。分かってくれたんだな。俺たちはな、ずーっと旅をしてるんだ。ルナという存在を探してな。知ってるか？ルナは人間にもロボットにも平等に命を与えてくれるそうだ。俺たちの仲間には人間もロボットもいる。年寄りもいれば子供もいて、ロボットの中にはかなり滅びが進んでいるものもいる。みんな明日をも知れない命ってことは同じだ。ルナが本当にいるかどうかはわからない。だが俺たちは黙って死を待つより希望を待つことを選んだ。旅を続けていればいつかきっとルナに会える。そう信じて生きていくことをな。なんでジンはあんなロボット犬を？あいつはまだ新しい。バラせばギドーの腕を直す部品にだってなるはずだろうに。無駄だ。ギドー、どうせ俺は助からない。そんなことないよ。ルナに会えればきっとギドーだって。ルナなんて本当にいるかどうか。ギドー、ずっと思ってたんだ、こんな旅に意味があるのかって。世界は確実に滅びに向かってる。それを止める力など誰にもない。無駄な努力をするより静かに滅びを受け入れた方がいいんじゃないかって。ギド、そんなこと言わないで。しかしお前本当に丁寧な作りだな。量産されたパーツなんて一つもない。全ての部品が手作りで心がこもってるのがよくわかる。ジン、野党が入り込んでる。奴ら人間を見たら何をするかわからんぞ。よし、どうする？結構な数だぜ。黙ってやり過ごすんだ。さと言ってくれ。こっちに来るなよ。
お願い坊や、いい子にしていて。人間だ、人間だぞ。しまった。なんだこいつら。キャシャンといた犬じゃねえか。何？キャシャンだと。主人が死んだら今度は人間どもに懐いたってわけか。バカな犬だ。バカな奴は他にもいるぜ。ロボットのくせに人間に味方する大バカがよ。間違いねえ、こいつはジンだ。ブライキングボスの帝国にも従わず人間のために戦い続けたバカなロボットにこんなところで会えるとはな。未だに人間にくっついていたとは情けねえ野郎だ。俺は人間とロボットのために正しいと信じることをしているだけだ。人間を守るのが正しいことか。人間はロボットの敵だ。殺した方がいい。暇つぶしにもなる。どうせ俺たちも死ぬんだ。面白おかしく生きた方がいいじゃねえか。そうはさせん。お母さん。やめだやめだ。ロボット同士が戦ったって暇つぶしにもならねえ。無駄なエネルギー使うだけだ。行っちまった。よかった。あ、トロ。ギドは？え？ギドはどこ行っちゃったの？そういや、どこ行ったんだあいつ。おい、どこ行くんだ。これは、ん？あいつ何やってんだ。まさかこの下にギドンが。わからん。だが何かありそうだ。やるぞ大鉄。よっしゃ。なぜ義堂が野党と。お前裏切ったのか。裏切ってなどいない。俺はみんなを助けたいんだ。どういうことだ。その下に埋まってるキャシャンを掘り起こせばみんなが生き延びられる。キャシャンだと。まさか。お前たちも聞いたことがあるだろう。キャシャンを食らえば命が流れるって噂を。どこにいるかわからないルナを探すより今ここでキャシャンを。
キャシャンだ。キャシャンだ。キャシャンだ。生きてやがった。今ならやれるぜ。キャシャンを食らうのは俺たちだ。お前がキャシャーンか。やめろ。俺はお前の敵じゃない。目を覚ませ。フレンダー、あれがキャシャン。いたんだな、本当に。キャシャンを喰らえば命が。ああ、命が流れると俺も聞いたことがある。それじゃ、ギドーも助かるの？それはわからん。だが試してみる価値はある。ジン。みんな。どうだろう。ギドーを助けるためだ。お前ならやれる。俺にキャシャーンを殺せというのか。これを逃せばギドーだけじゃない、みんなが生き延びるチャンスを失うかもしれないんだ。そんなことをしなくてもルナを探し出せれば。ルナなどいない。ルナ頼む。ジン、仲間を救うためだ。俺たちからも頼む。ギドーを、仲間たちを救ってくれ。ジン、あなただけが頼りなのよ。ジン、ジン、ジン。キャシャーンは殺さない。何？自分たちが生き延びるために誰かを犠牲にすることなど俺にはできない。俺は俺を作った人間に教えられた。人間とロボットにとって正しいことをしろと。俺は人間もロボットも共に平和に生きられる世の中を取り戻したい。ルナを探しているのもそのためだ。ルナは人間にもロボットにも平等に命を分け与えていると聞いた。だからみんなで探そうと決めたんじゃないか。ルナに会えばもう死を恐れることもなくなる。みんなが穏やかに暮らすことができる。それこそ俺が信じる正しい世界だ。ルナなどいない。もう噂に振り回されるのはたくさんだ。キャシャーンはいた。噂通りに存在していた。キャシャーンがいてルナがいないとなぜ言える。ルナも必ずいる。俺は信じてる。俺はギドー、トロ。ギドーはいつも僕の友達でいてくれた。僕を守ってくれた。ギドーが死ぬなんて嫌だ。だからギドーは僕が直してあげる。トロ、早く大きくなってギドーの体を直してやるんだ。約束するよ、ギドー。ありがとう、トロ。そうだ、トロ、大きくなれ。成長できるのは人間だけだ。
早く立派な大人になって義堂を助けてやれ。仁がなぜ滅びの影響を受けないのかが分かる気がする。俺もだ。仁には信念がある。強い信念を持った奴には滅びも近づかないのかもしれない。あの犬も同じかもな。ああ同じだ。あいつにも信念がある。主人を思う一途な気持ちが。信念の男か。お前もルナを。ああ。不死身のお前がなぜ。不死身か。確かにそうだ。そうか。それならお前も。いや、やめておこう。一緒にいたらいつかお前を殺そうと思うかもしれない。そうなれば俺はお前とも戦う羽目になる。フレンダーと。そうか、フレンダーというのか。この大地に立て。決して。お別れだキャシャン。達者でなフレンダー。君の刻むこの道の彼方で。青い影。街を塗り替える男がいた。滅びゆく世界に自分を刻むために。次回、生きた時を色にして。